はい、皆さんおはようございます。朝早くから、はい、お集まりいただきましてありがとうございます。時間も少ないので早速始めていきたいと思います。私箕輪真理と申します。ちょっと長い名前なんですけれども、下の方に書いてあるバイオサイエンスデータベースセンターというのがこの講習会を主催している団体でして、それと共催をしているライフサイエンス統合データベースセンターというところにも所属していて、まあ、二重に所属している人間です。こういった広報活動とかですね、講習会とかをさせていただいております。でちょっと講習を始める前にいくつかアナウンスがありまして、ですね、まず今日あらかじめ皆さんにご連絡していると思うんですけれども、インターネットを通じて、まあ、簡単に私のところは本当にごくごく簡単な検索するタイプ の, ハンズオンをやりながらということになります。で、ハンズオンをやるときはですね、大勢の人、まあこのぐらいの人数だったらいっぺんにバッと行っても大丈夫かと思うんですけれども、意外とシステムの方でですね、いっぺんにリクエストが来るとこうフリーズしちゃったりとかすることがあります。でなのでその時に何度も何度もクリックすると余計そのリクエストがいっぱい行ってしまって最悪な状態になりますので、反応がなくてもこうちょっとしばらくおおらかな気持ちで待っていただくとか、人がやってみできてるのを見たらそれでいいとするとか、なんかそんな感じでちょっとおおらかに考えていただきながら、資料全部紙でもお渡ししていますし、後からネットで公開も全部しておりますので、振り返りで後からやっていただくこともできますので、そういうふうに考えていただければなと思います。それからですね、いつもいつもそうなんですけれども、講習会の動画を全部撮ってます。それでやはりこれも後で皆さんに見ていただくのもそうですし、皆さんからまたお知り合いの方にこんな講習あったよということで教えていただくときも役立つかなということで、全部録画させていただいてます。後ろの方から撮ってますので、皆さんのお顔は映らないように工夫はしておりますけれども、一応撮ってますということをご了解いただければと思います。それからもう一つ、講習会の資料の置き場なんですけれども、皆さんネットにつながっていると思いますので、NBDC アジャックスつくば漢字ですね、4で検索していただくと、皆さんがお申し込みをいただいたサイトだと思うんですけど、そこのサイトが出てきます。でそこのサイトのですね、講習会資料はこちらっていうところの下のちょっと下のプログラム、今ページにすると真ん中かと思うんですけど、そこにこちらのサイトをご覧くださいっていうところがありますが、そこをクリックしていただくと、GitHub のページに飛びます。でそこに今回のアジャックス70回目のアジャックスなんですけど、アジャックス70っていうところのページにですね、下の方に講師の名前が全部書いてあって、そこのところに一つ一つ全部資料が貼り付けてあります。私の資料も貼り付けてあると思いますし、それから他の人はそこからなんか計算ちょっとしたこうプログラムを動かすときに必要なデータが置いてあったりとかですね、そういったことになってますので、こちらのページを開けたまま講習を今日一日受けていただくといいかなと思います。はい、では、早速中身に入っていきましょう。生命科学系データベースの概要ということで、生命科学系以外にから今日ご参加になっている方どのぐらいいらっしゃいますか。あ、結構いらっしゃる。あ、そうですか。じゃあちょっとちょっと資料にもあるのでそれを見てみながら進めていきたいと思うんですけれども、ですね、生命科学のデータって今情報爆発の状況になってます。もうこんなこと言われて結構10年ぐらい経ってるんですけれども、次世代シークエンサーってお聞きになったことあるかもしれませんが、もうあれでもうパーッと読んじゃうと人一人のものが何日間かでバーッと出てきてしまう、人一人のゲノム全部読めちゃうって状況なんですね。でそういうこともありまして、装置が性能が良くなったってことと、あと解析のやっぱ費用がどんどん下がってきてるっていうところもあって、でこちらみたいにいろんな装置を使ってね、データを出すっていうのこととかをやるようなところがいくつもあるので、そういったところから情報爆発の時代になってます。でもともと生命科学っていうのは、研究者の人が何かこう仮説を立ててそれにフィットするようなというか、それが、フィットするっていうのはそれに必要なデータを取って、それでその仮説を立証していくっていう仮説検証型だったんですけれども、今ではもともとそのあるデータを見て、まずそのデータ見て仮説立てたり、そのデータからある程度の結論を導き出したりというようなデータ駆動型という科学に今転換しようとしています。でなのでそういう状況なので、データとかデータベースを自由に使いこなすとかいう
そういうのを見てこうなんかこうひらめきを得るようなセンスも必要ですし、それから、まあ、生命科学の知識だけじゃなくて情報学とか統計学数学、まあ、計算機科学などは分かっていると非常に有利な状況になるということになっています。でデータを統合することによっていろんな知識発見をしていくというような状況に今生命科学がなっているということです。で代表的な生命科学関係のデータベース、これも基本的に全部ネットで公開されているものですけれども、まあ、例えば DNA の配列だったりタンパク質の立体構造だったり、それからまあタンパク質の中 の, そのアミノ酸のある配列が機能的なドメインだったりすると、そういうドメイン の, データベースやそのモチーフのデータベースなんかあったりします。でまたさらにもっと大きな個体ベース の, 情報になってくる と,、また、細胞の中のパスウェイの情報ですねとか、まあ、あとは病気の情報と病気と遺伝子の関係の情報とかいうのが出てきます。で、生命科学の中で一番大きな文献のデータベースっていうのがアメリカの、NIH のところの中の NCBI っていうセンターがやっているメッドラインとかパブメドというような名前で呼ばれているデータベースがあるんですけども、これがもう数千万件ので文献がそこに、登録されているというような状況で、こういった文献のところを検索して使いこなしていくことが非常に重要な、研究を進める上で重要なステップになってきます。あとは遺伝子が発現する、遺伝子がその細胞の中で機能している、そういった状況を検索するような、そういった検出するようなそういった実験手法もありまして、そういったデータも貯めていくところがいろいろとデータベースとしてあります。で日本の中でも実はこの世界的に代表的にな生命科学系のデータベースがいくつかありまして、一つが DDBJ DNA データバンクオブジャパンといって、まあ、DNA の塩基配列をその名の通り収集するバンクなんですけれども、これが静岡県の三島市にあります。でこれは国立遺伝学研究所ってもともとあるんですけれども、そこの中に DDBJ センターというのがあって、そこで運営をしておりますが、ここは、アメリカの、NCBI、 それからヨーロッパの EBI と、3局でお互いにデータを交換するということをやってまして、そうすることで、まあ、日本で何かの塩基配列 の, 情報を取った人はそこに登録すれば一応世界にこうシェアできるというような状況になっています。であと PDBJ っていうのも、これもプロテインデータバンクジャパンと名前がついているように、プロテインデータバンクっていうやっぱり世界的なネットワークがありまして、タンパク質の立体構造を収集しておりますけれども、大阪大学のタンパク質研究所にそのジャパンブランチがあるというところです。で今日一番最後の鈴木先生はこの PDBJ からおいでになる方です。であとは、京都エンサイクロペディア・オブ・ジーン・アンド・ジェノムズって略してケグって呼んでいるデータベースがあるんですけれども、これは生命情報をシステムとして表現ということで、何かと何かの関係情報を全部こうネットワーク上にバーッと表現したようなもので、これ京都大学がやってるんですけれども、こういったデータベースを作る時の作り方っていうのが、まあ、いくつかあります。今ご紹介したケグっていうのは実は知識モデル型、まあ、ちょっと分類はこれ名前をある程度勝手につけてるんですけど、その文献などの読み物を人間が読んで、それをちゃんとそのデータ形式に落とし込んでやることによって、そのネットワーク情報を見るというのは非常に高度な処理をしています。で、その前に2つにご紹介したバンク型のものはですね、まあ、不特定多数の研究者が、まあ、登録するという作業でもってデータを集めるところなので、まあ、ちゃんとデータ形式は構造化されていますけれども、高度な処理がなされているわけではないんです。で、それが DDBJ やこの PDBJ という日本にもブランチがありますけれども、そういったものになります。で他にも、まあ、こうプロジェクトでもって何かこう特定の目的を持ってデータを収集するような形のものとかですね、あとは機械でもってこうバーッとデータを処理してそれをデータベースにして公開しているものとか、そういったものがいくつかあります。でバンク型データベースにもう一回戻るんですけれども、DDBJ とかジェンバンク、こう EN って書いてるのその
DNA のデータベースのような読み方で、これがアメリカのもの、これがヨーロッパのものなんですけれども、あとこのワールドワイド PDB というところでは、その世界で解読された塩基配列とか立体構造を、まあ、査定して、ちゃんと正しくこのデータの形式がちゃんとなってるかなというようなこととかを確認して、そこにあのメタ情報メタデータといって、データについての説明情報がちゃんとついてるかというようなこととかを確認しながら、データベースに蓄積してそれを公開して共有するというために、そのアクセッションナンバーを付与するというところのシステムをここで回しています。で、論文を投稿する際には、だいたいこの雑誌側から、あなたのデータどっかにちゃんと公開してますっていうようなことでアクセッションナンバーの記載を求められますので、ここのまあバンクについては、そういったまあ雑誌に投稿して、まあ研究者はそのパブリケーションを出すっていうことが結構その一つの重要なタスクなので、そういうそれをするためにはここにデータを預けてアクセッションナンバーをもらう必要がありますので、そういったことでどんどんデータがたまるというような構造になっているわけです。で、生命科学だけではないと思うんですけれども、まあ、科学の世界で本来データは第三者と共有するもので、それは、まあ、いろんな一連の、科学でちょっといろんな不正の事件がいろいろありましたけれども、実際にその科学のデータを見てみて、その本当に再現性があるかとかですね、ちゃんとそのデータがそのものが間違っていないかという透明性とか、そういったものがあるかということを第三者がちゃんと見るために、基本的には科学のデータはその共有するということが必要なんですね。で、さらに最近ではその再利用するという新しい観点から解析したりするということで、こういった再利用の観点も非常に注目されてきています。で、大量データはですね、従来の方法で、まあ、人が見るだけでも到底追いつかないし、マシンのプログラムだって、新しいその大量データが大量になればなるほど、やはり効率的に回すためのいろんなプログラム開発なんかが必要になってくるので、まあ、そういった意味の新しい技術開発の促進のためにもデータを共有するということが必要になってきているということです。で、あともう一つはですね、これはよく欧米では言われていることなんですけれども、大体がその、まあ、大学とかですね、こういう公的な研究機関でなされた研究っていうのは、皆さんの税金でやってるわけで、そのデータを生み出すことについてもすでに税金を使ってるということなので、まあ、そこで出てきたものはみんなのものでしょということで、まあ、国などの公的資金を投じて得られたデータを共有へ持っていきましょうというのが昨今の動きです。で、これ世界的な動きでして、まあ、オープンサイエンスに関する国際動向と日本の対応ということで、オープンサイエンスって言葉聞いたことある人、あんまりいない。じゃあオープンアクセスっていう言葉聞いたことあります？なんか論文とかがこう自由にアクセスできる状況とかですね、ああいうのオープンアクセスっていうんですけれども、もともとまあジャーナルの値段がね、どん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 高くなっちゃって、いろんな大学とかでもそのジャーナル購読できる数がだんだん減ってきちゃったりとか、いろんなそれジャーナルのクライシスって呼んでるんですけど、そういったことがあったので、まあ、論文をどんどんオープンアクセス化していきましょうという流れがもう従来からありました。で、それに加えて、2013年の G8 の科学大臣会合では、研究データもオープン化することで、まあ、研究のさっき言った透明性とか入ったことを確保していくということもありますし、再利用するということも、そういう動きを加速したいということで、こういった声明が出されたんですけれども、その後2016年の科学技術大臣会合でもオープンサイエンス作業部会を設置して、それからまあ1年後の17年の、また大臣会合でも、まあ、オープンな研究エコシステムのインセンティブっていうのは、これちょっとよく分かりにくいと思うんですけども、結局なんかデータをオープンにするってことは、まあ、研究者にとっても必要な場面もあるんだけれども、実は結構リスクっていうか、その勇気のいることなんですね。だからそれに対して何らかのインセンティブをちゃんとつけてあげましょう、何らかの研究者たちにとってもメリットのあるような仕組みを作ってあげましょうということとかですね、あとはまあその研究データをみんなで共有するために最適なインフラを作りましょうというようなこととかを研究していくというようなことをここでまた謳っていました。で、日本の中でも、まあ、この2013年の動きを受けて、国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会っていうのをやってましたし、またこれを受けてだと思いますけど、またさらになんかちょっとだけ名前の違うこの推進に関する検討会っていうのを今現在やってまして、こちらで今主に主に話し合われているのが、まあ、公的な研究機関とかにたまっている研究データをどうやって管理してどうやって利活用していくかということをちゃんとガイドライン化しましょうと。
そのガイドラインを策定するのに、まあ、いろんな研究施設がバラバラに作るんじゃなくて、それを策定するためのガイドラインを作りましょうということを今やっています。という、バックグラウンドが、まあ、私が知ってる範囲は主に生命科学だけど、今のオープンサイエンスっていうのは生命科学に限らず、ありとあらゆる、科学に関して今オープンサイエンスということが謳われているわけなんですけれども、じゃあ、私どもの JST というところが何をやってるかということですが、今こうお配りした資料のこの束の中にですね、一番トップにこの NBDC というパンフレットがあるんですけど、その裏に、統合データベースの遠隔という年表みたいのが書いてあります。で、2000年頃からですね、まあ、国としても、ヒトゲノムが読まれ始めた頃から、まあ、ちょっとなんかこういったデータを共有するという方向に向けてなんか動かなきゃいけないと、そのバイオインフォマティクスみたいな言葉が言われ出して、データをうまく活用するための仕組みをいろいろ作らなきゃいけないということで、JST にセンターができたりとかですね、あと2005年ぐらいからじゃあそういうプロジェクト化でやりましょうということで、ライフサイエンスに関するデータベースを統合化していきましょうというような動きがこの中で起きてきたよということが書いてあります。それで、実は JST にバイオサイエンスデータベースセンターというのができたのが、2011年の4月なんですけれども、それ以降またこういった活動とかですね、皆さんに知っていただくとか、実際にデータベースを集めたりとかですね、そういった活動を私たちの方でしております。で、 JST はこういうところなんですけれども、まあ法人なのでね、一応こうやって第4期中長期目標みたいなのがあるんですけども、それうちの2番目のところで知の創造と経済社会的価値への転換ということで、まあ、JST 自体もやはり生命科学だけっていうことではなくて、科学技術全般なのでいろんなものがあるんですけども、その中でも、まあ、ライフサイエンスデータベースに関して情報基盤を強化するということが一つ謳われております。で、その中で私たちバイオサイエンスデータベースセンター活動しておりますが、まあ、生命科学分野のデータベースを使いやすくするということで、まあ、データベースに関するいろんな戦略立てたりとかですね、あと実際にデータベースを充実させたり、そういったものを公開していったり、それから先ほども言いましたけれども、インターネット上で公開されているもうデータをみんなで活用しましょうって話ですから、いろんな国際的な機関とも一緒にやっていって、一緒にこういろんなことを決めていかないといけないということもあるので、まあ、国際連携なんかもこの中のタスクの一つとして入っています。で、その次のページに書いてあるのが、まあ、NBDC がどういう形でデータベースを統合していこうかということをやっているかということなんですけれども、これもパンフレットの中に書いてある図なんですけれども、一つはファンディングプログラムといって、分野ごとにデータの統合を進めるため、生命科学は、まあ、生物種もいっぱいありますし、それから解析手法も多岐にわたっているので、もういろんな分野のところを、まあ、センターにいる数人の研究者がですね、全部面倒を見るっていうのはもう無理ということに無理ということなので、各分野でこう専門的にやってらっしゃる、例えば植物のとかですね、プロテオームのとか、そういったところでキーになる先生方に、データベースをまとめるという、その分野分野ごとのデータベースの統合まとめということをやっていただいております。その中に、PDBJ も一つ入ってます。今日鈴木先生がいらっしゃる PDBJ とかですね、はい、入っております。で、もう一つの、今ずっとバイオサイエンスデータベースセンターの話してきてましたけれども、ライフサイエンス統合データベースセンターと略して DBCLS っていうんですけど、ここはですね、まあ、NBDC と一緒に共同研究の形で、実際にじゃあ集まってきたデータをどうやったらその、あたかもこう一つのデータベースのようにして使うことができるかとかですね、あとは大量データの処理の仕方をもっとなんか簡便にできないかとか、もっとみんなに見やすく使えるようにできないかとか、そういった基盤的な技術開発を一緒にやっているところです。で、データの公開っていうのが、これが皆さんに使っていただけるサービスの部分なんですけれども、このデータをいろいろサービスをやっていくにあたり、事前にいくつか調査をしました。で、その時に出てきた要望っていうのをまとめるとこんな感じです。もうだからこれは、その統合データベース そのプロジェクト自体が始まる前に、まあ、始めた調査なんで、今でも 100% 解消はできてはいないんですけれども、その時あった大きな問題点がこの3つということになります。で、1つはどこにどんなデータベースがあるのかよくわからないということで、
もしかしたらもう自分が取ろうとしているようなデータは、他の人がすでに取ってるかもしれない。そういったデータがあれば、それを使ってしまえばいいんじゃないかということもありますので、そういった、データベースを探したいというニーズがあります。そのために私たちはデータベースのカタログを作っています。それから、データベースは、その一つ一つがウェブで公開されていることが多いんですけれども、そういったデータベースを各ウェブサイトに行っていちいち検索するのは非常に面倒くさいなということがあったので、複数のデータベースを横断的に検索できないかということで、データベースの一括検索のサービスもやっております。それから、さらにはですね、そのウェブに行ったりとかして検索して、自分が必要なデータをそこでこう見つけるってことができればいいんですけれども、なかなかそういうふうにはならなくて、だったらそのデータそのものを自分で解析したいというニーズもあるんですね。なので、データセットそのものを自分で解析するために取得できないかということもありますので、そのためのデータの一括ダウンロードのサービスもやっております。そのサービス、この3つの大きく3つのサービスについて今後ちょっとご紹介をしていきたいと思います。で、実はちょっとその前にもう1点だけご紹介しておきたいんですけれども、データを利用するときに大きな問題点があります。これは多分生命科学だけじゃなくて、他の分野のデータでも同じようなことがあるんじゃないかなと思うんですけれども、まずはどんなデータが入っているかということがちゃんと分かりやすくなってないといけないということで、そのためにはデータフォーマットを標準化したりとかですね、あとデータの説明であるメタデータ、こういったものの書き方を標準化するといったこういった取り組みも必要なので、こういった取り組みも私たちのところもやっております。それから、これは私たちの努力だけではどうしようもないところもあるんですけど、求められるデータがちゃんとあるようなデータベースがあるのかということで、これは公的な研究には帰宅を義務付けるような、そういった動きが必要で、大きなプロジェクトでやったもの、あのプロジェクトのデータ使いたいなと思った人が、そのプロジェクトのデータがどっかにあるということがちゃんと分かるというようなことで、データを集めてそれを公開する仕組みが必要で、これは、統合データベースプロジェクトというそのこの生命科学のデータベースについてのプロジェクトが始まって以降、文部科学省とか厚生労働省とかそういうところでの公的資金ですね、ああいった研究でなされたものはここに入れてくださいねというのことを徐々に書いていただいたりしています。あと最近では AMED っていうのは日本医療なんたら機構ですね、ああいったところでも NVDC 社のデータベースとか他のちゃんとしたデータベースのところに入れなさいとかいうのことが出てきているので、だんだんそのデータのマネジメントプランを書きなさいとかですね、そういった動きに最近なってきているので、ちょっとずつこれ進んでいるのかなと思います。それから最後にですね、どのように使ってよいのかわからない、データがそこにある、なんか使えそうだけれども、利用に対しての条件がデータベースごとにバラバラだし、そもそもどこにも何も書いてない、よくわからないというようなこととかですね、あと例えば、特に民間企業の方とかはやっぱりそれ商用で使っていいのかどうかって非常に大きなポイントだったりするんですね。なのでそういったところを明確にしてほしいということがあって、私たちのところではクリエイティブコモンズというようなこうラベルをつけることにしています。で、このクリエイティブコモンズっていうのは、もともと著作物動画とかですね、文書とかね、絵とかそういったものにつけることを想定した著作権に関する、枠組みなんですけれども、基本的には再利用と共有を促進するための仕組みなんです。で、CC ライセンスの種類の中には、例えば表示っていうのがありまして、表示っていうのはその作品のクレジットを表示する、これが条件であなた使っていいですよっていうことを述べる。それから例えば改変禁止っていうのは元の作品を改変しないこと、だから同じものをこう配布する分にはいいですよっていうようなこととかですね、あと非営利、これは営利目的がダメということと、あと継承っていうのは元の作品と同じ組み合わせのこのライセンス、こういった無ライセンスの組み合わせで公開することっていうライセンスをつけるということもできます。この4種のマークを組み合わせて、6種類の利用条件を選択することができて、一番こちら側がバイだけなので、クレジットを書けばどんな使い方してもいいよっていうことを言っているってこと、それからこれが一番厳しいんで、クレジットも書きなさい、それから営利目的はダメですし、書いてもらっちゃ困りますみたいな感じのそういったものですね、というような厳しさのレベルが違います。これ重要なのは、これを著作権というのは、その著作物ができるとなんか自然に与えられてしまう、法律上はそういったものなんですけれども、これは著者の人がこういった条件をちゃんと宣言してラベルを貼ることができるというのが非常に大きな点です。
なので著作権上は非常に著作権って結構ガチガチで非常に著作者に権利が大きいものなんですけれども、それをあえて放棄するようなことができると、まあ、クレジットだけ入ってくれば何やってもいいよっていうようなことを言えるっていうのがこの CC ライセンス、クリエイティブコモンズライセンスの大きなメリットです。で NBDC ではさっき言ったバイですね、CC 表示っていうのと、それから CC 表示継承、だからバイって書いてあるものを使ったら同じようにバイ継承っていうことでやってねっていう、そういった宣言っていうのを、まあ、基本につけてますし、それからもっと言うと最近サイエンスの世界では CC0 って言って、あえてこれパブリックドメインだから何の権利も主張しないからっていうような、そういった宣言の仕方もできるようになっていて、まあ、自由度もちろんこちらの方が高くなるんですけれども、私たちの中でこの3つの大体どれかの条件になるようにデータを預けていただく方にお願いしたりとかいうことで進めています。さて、じゃあ具体的なサービスについてご紹介していきます。NBDC のポータルサイトはこんな形になっています。実は、今年中になんかポータルサイトを変えると言っていてですね、なんか Google チックになんか窓を一つにして分かりやすくするということで、今非常にごちゃごちゃで分かりにくいんですけれども、今日ご紹介するのはだいたいこの辺りにあるサービスが中心です。なのでまあ左上って一番ね、ページの中でもアクセスしやすい場所なので、この辺にあるものだというふうに思ってください。で、この辺は先ほど言ったその分野ごとのデータベース、いろんなのがまとまってるようなところですし、あとこちらなんか便利なツールとかがあったりするということで、お時間のある方はポータルサイトを眺めつつ、なんかこうピピッと引っかかるものがあったら、まあ、とにかく登録も何もいらなくて無料で、ウェブさえあればいけるので、いつでも見ていただければなと思います。ではまずさっき の3つ そのリクエストに従って説明を進めてまいりますけれども、まずデータベースのカタログです。どんなデータベースがどこにあるのかということで、私たちがご紹介しているのはインテグバイオデータベースカタログというものになります。ちょっと概要のページが先に来ちゃってますけど、インテグバイオデータベースカタログについては NBDC のページの NBDC のページは NBDC と入れていただければ多分トップに来るんですけど、そのページの一番左上のところにあります、インテグバイオデータベースカタログで、今1600件以上、もうじき1700件の収録データベースがありまして、国内のいろんなデータベースを割と集めることに注力をしているので、今このぐらいになってますけれども、最近海外で同じような活動をしているところとも連携をして、お互いにカタログ交換しようねなんていうふうにことをやってますんで、これが多分しばらくしたら海外のデータベースがドンと入ってくるんじゃないかというふうに思います。で、データベースについていろんなメタデータとしてですね、まあ、データベース名 もちろんなんですけども、 URL とかどこがやってるものとか、対象の生物種何かとか、そういったようなことをちゃんと書いてあるのと、それからウェブサイトを見て私たちの方で説明書きをつけています。こういったところで検索がかかるようにしてますんで、説明がちゃんと書いてあると分かりやすくなってるかなと思います。はい、そういったものなんですが、ちょっとじゃあここにアクセスしていただくと、こんな感じの画面が出てきます。まあ、こう3部構成になってまして、真ん中の一番でっかいところがですね、データベースの一覧になっていて、多分デフォルトだと新しく追加されたものが一番上になるようになっていると思います。それで、あとこちらの辺はですね、まあ、検索ボックスがあったり、キーワード検索とかですね、あとは、生物種とか、まあ、タグ対象物かデータの種類なんかで、絞り込むことができるような、そういった選択できるようなことになっています。で、例えばこのウイルスってところをちょっとピチッてクリックすると、こんな感じにウイルスっていうのが出てくるんですけど、まあ、左側のメニューから選択すると、まあ、ウイルスのところが赤くなって、ここにその何を選んだかっていうのも出てくるようになってまして、ウイルスで、今55件、ちょっとこれもしかしたらちょっと前だから、もしかしたら今増えてるかもしれませんけれども、そういった感じで選択できるようになっています。で、ここは今生物種でウイルスを選びましたけど、他のこの大きなこう見出しみたいなところですね、その下にあるものをこうアンドで選ぶことができますので、そういった形で絞り込んでいただくことができるということです。で、絞り込みの結果を、まあ、とにかく全条件をリセットするということをここでやっていただくと、次ちょっと検索例として出しているのは、ここの
検索ボックスに、まあ、何かを入れてみましょうということなんですけども、ここでテキストボックスの中に私入れたのはここで主要ということを入れてみました。で主要というふうに入れるとこんな感じにものが出てくるので、これ別にあの今もしよかったら別の単語を入れてもらっても、興味のある単語があればそれ入れていただければいいんですけど、そういったもので検索したのを今ちょっとこのトップに出てきている ICGC データポータルっていうところを例に、じゃあこのデータどうやって見るのかをこちらお伝えしたいと思います。サムネイル、これあのまあデータベース、そのデータベースのウェブサイトに行った時に一番端に出てくるこのところですけど、こういったページをちょろっと出してあるのと、それから名前が出ります。これはオリジナルサイトへリンクしていますので、いきなりこっちの ICGC データポータルに飛んでしまいます。で意外とですね、やっぱりなんかそのオリジナルサイト行くとこのデータベース何なんだろうというのがいまいちよくわからないということもあるので、できればなんか新しいのを見つけたらまず詳細へというところを言っていただくと、その私たちのところで整えたカタログのその掲載内容があのなってるんですけれども、例えばここにこう説明とかちゃんとついてますんで、その説明を読んで、はあはあこういうものかということをざっくり把握していただくということができるかなというふうに思っています。はい、でここに一括ダウンロードかって書いてあるのはですね、このデータ、ここに入っているデータをあの一括にダウンロードすることもできますよっていうラベルなんですね。だから、まあ、自分でここのデータを取ってきて自分でこう解析したいという場合はこのラベルがついていることを確認できれば非常に使いやすいものだなということを確認できるというものです。でカタログの掲載内容はさっきも言いましたけど、これちょっとつながっているところで今画面が長いんで切りましたけど、まあ、説明のところにいろいろ書いてあるんで、そういったところを見てあのどんなところでやってる、どういうデータベースかなということを把握していただければなと思います。であとはまあデータベース、この私たちが持っているこのデータベースカタログ自体もダウンロードして、まあ、あの自分なりに検索の仕組みを作るとかそういうこともできるんですけど、これはまあちょっとマニアックなので、まあ、やりたい人はここからありますよということのお知らせだけで、ではここでちょっとだけなんですけど、そのインテグバイオデータベースカタログを使ってこの実習 1,2,3 というのあたりのところをやってみていただきたいんです。でその時には左側にある絞り込み機能を使ってみましょうということなので、先ほどあのアンドで検索できるって言いましたけれども、この辺のところをポチッポチッと押していただいて、まず植物のゲノム遺伝子に関係する DB がいくつ存在するかというところをちょっと見ていただけるでしょうか。すいません、私早口なのでついていけてない人いますかね。大丈夫ですかね。あの皆さんネットリテラシーは高いと思うので大丈夫かと思うんですけれども、はい、もう本当にあのポチポチと押していくっていただくだけなので大丈夫かと思います。でその次になんですが、実習にそのうち日本国内で作成された DB はいくつ存在するかということで、左側のところをもしかしたらちょっと画面に切れてるかもしれません、ちょっと食っていただくと下の方にですね、日本とそれ以外みたいなことが書いてありますので、そこでの日本っていうところをクリックしてください。そうするとまたデータの件数、データベースの件数が変わってくるかと思います。大丈夫ですか。はい、で最後の実習3のところなんですけれども、そのうちのいくつが稼働してるかということなんですが、これも稼働中とかそういったところ のタグが、左側についています。ここですね。でこれ実は非常にあの、まあ、ユーザーにとって優しいといいますか、せっかくなんかね、このウェブサイトでなんかこんなものを見つけてきたよと、例えば Google とかで見つけてきたよって言った時に、そのサイトに行った時にそれがやってないってことが結構あるんです。で、なんかフォービドゥンでもないけどノットファウンドとかいろいろ出てきちゃったりとかいうのは非常にまあ落胆をするので、私たちのところではまあオートマティックにこういったサイトがちゃんと生きてるかどうかを確認しに行ってます。それで、今ここの中にはたまたま成績優秀であまり出てきてないんですけども、なんか14日休止中とかね、そういうふうに書いてあるのがありまして、そういったものは残念ながらこの14日間ウェブサイトが開けないよというようなことが分かるというようになってます。休止とかですね、あと公開停止中というのは、あと明示的にそのやってる人が公開を停止してるということが、まあ、私たちの方で情報が分かればそういったラベルをつけたり、あとはやはりデータベースそのものも運用が終了してしまうこともあるので、だけれども、まあ、過去にこういったデータベースがあったよっていう情報は重要なので、そういったものにも運用終了というラベルをつけて、残してるっていうものもあります。なのでここでまあ稼働中のものだけちゃんと見たいということであれば、今植物、それからゲノム遺伝子、だから稼働中日本、これが全部赤くハイライトされていれば、この実習は終わりです。
よろしいでしょうか。はい、大丈夫ですね、ここまでは。はい、じゃあ次にもう一個2番目のデータベースの一括検索に行きたいと思います。これは生命科学については、生命科学データベース横断検索という名前で私たちのところでサービスをしているものですけれども、検索対象のデータベースについては先ほど1600以上カタログのようにあるって申し上げたんですけれども、そのうちやはりそのインデックス検索に必要な情報を公開してくださっているところとか、それを私たちがこう取りに行けるところというのはそれ全部ではやはりないので、そのうちの643件ですかね、それちょっと違うものも入ってますけど643件が対象になっています。で、検索キーワードを日英の相互翻訳していますので、その時にライフサイエンス辞書っていう京都大学の金子先生が作られているライフサイエンス辞書を使ってますので、これの日英翻訳は一応ライフサイエンスに特化した日英の翻訳ということで、その両方で検索をかけるようになっています。で、やはりこれも普通の検索サービスなんですね。で、と同じように、いろんな絞り込み機能があったりとかしますので、それを今からちょっとスラスラとご紹介したいとは思います。で、なんで私たちがこんなものを作ったかということなんですけれども、よくね、展示会とかでご紹介するときに Google で検索するからいいよって言われるんですけど、いやいや Google だと大変なことになりますよということで、私たちが言うのは、Google で例えばマウスって入れてもらったら分かる、すぐ分かることなんですけど、研究、生命科学の研究で欲しいのはマウスに関するこちらのネズミちゃんの情報ですが、絶対出てくるのはトップに出てくるのはもちろん一般の人もみんな見る価格 .com のマウスだったりするわけですよね。ということで、やっぱり対象をちゃんと生命科学に絞るってことが一つ大事な点です。それから、Google とか Yahoo とか、もう全てのね、世界中にあるサイトの、データベースのインデックスを持たなきゃいけないようなサービスというのは、やはりどうしても表層ウェブといって一番上にあるものしか見てないです。だからデータベースみたいにこうやって何重にもこう深いレイヤーがあるような構造になっているデータっていうのは、なかなか Google や Yahoo にとってはあまりちょっと得意な分野ではないですね。で、なるべく私たちはこれとできるだけ深いところまで検索できるようなことを工夫しています。で、全体から見るとですね、 Google は公開されているウェブの 53.2% 程度ぐらいしかカバーできてないよというのはこういった研究結果もあったりしますので、ちゃんと意図したものが取れるようにしたいということと、生命科学に関してはなるべく網羅的にしようという意図でこのサービスをやっています。で、対象としてはデータベースという意味ではいろんなこういったゲノムとかですね、遺伝子発現のデータ、タンパク質のデータとこういったものもありますけれども、文献も中に私たちのところに入れられるものは入れようということで入れてます。学会用紙とか、あと非常に役立つと皆さんに言われるのは、この特許の関連文書ですね、日本国の特許情報をもう一緒に検索できるようになってますんで、これは結構企業さんとかそういった形には喜ばれているところです。で、横断検索の入り口は先ほどのカタログのすぐ下、ここから入ります。で、ここにボックスもありますから、このボックス使っていただいてもいいですし、このボックスじゃなくて次のページ行くと、こんな感じになってますので、これもいわゆる Google ライクなものですが、ここで、データベースかヒット件数かっていうような選択があります。かなりの件数のデータがありますので、一番最初から、データベースで検索してしまってもいいんですけど、こちらだと Google みたいにわーっとエントリーが出てくるという状況になります。ヒット件数の方はですね、その次のページにあるんですけども、こんな感じで、対象になっているデータベースの中で、こちらですね、ヒット件数についてはデータベースのこの中でどのぐらいの件数が当たりましたよってことをまず見せてくれるんで、その中から例えばこう展開してってこう、数大体100ぐらいだったら目で見ていいかなっていうような感じのところまで落とし込んでいただくとかですね、そういったことができるようになっています。初めからエントリー見ると、そのエントリーのトップの10個ぐらいしか見なかったりとかいうこともあると思うんで、まずは当たりをつけるにあたっては件数でやるということもありかなとは思います。でも私は基本的に大体データベースでやってしまいます。多分ね、皆さんも Google とかで慣れてるんで、きっとこっちが楽なのかなと思うんですけれども、それはお好みでどちらでも選んでいただいても大丈夫です。で、なんていうんですかね、いろんな工夫がちゃんとされていて、例えばインフルエンザっていうのも、インフルまで入れればあなたの選びたいのはこれっていうサジェスト機能がいっぱい出てきたりします。
でさらにはまあ詳細単に検索ボックス1個で終わりっていうんじゃなくて、いろんなその、更新時期を絞ったりとか、日英の翻訳をオンオフにしたりとか、あとは対象のデータベースこれだけを対象にするとかいうことを選択したりとかいうような、このまあアドバンス版もありますけれども、まあ、まずはデータベースの検索を普通の Google のライクにしていただければいいんじゃないかなとは思います。なんでこれがさっきご紹介したのですけれども、こうやって件数絞っていった時、まあ、あるいはそのデータベースを直接検索する時、で最終的に出てくるのはこういった Google ライクなこのエントリーが出てくるような画面になっています。でこちらがまあその検索のスニペットで、ヒット件数が出てたり、あとこれは今絞り込んだ状況から絞り込んだものを見てますんで、こうやって絞り込みましたよっていうの状況がここでナビゲーションバーで見られるとかですね、そういった表示になっています。でここら辺はいろんな関連遺伝子とかのツールボックスになっています。でシソーラスに関しては、先ほどのこのツールボックスの中に、まあ、シソーラスっていうのがありますね、関連してるその言葉ですね、関連語句がありますので、まあ、インフルエンザでいうと流行性感冒っていう言葉もまあ関連語句として出てきたりするんで、次のページは、まあ、そういった語句を選んでいただければ簡単にいろんな関連の情報にも飛べるよっていうことを示しています。そうするとね、やはり流行性感冒でやるとまた違ったちょっと結果がいろいろ出てきますんで、まあ、関連した情報をこうやって芋づる式に見るのにはじゃないかなと思います。で、じゃあここで横断検索の実習ということで、私がとりあえず書いたのはですね、まあ、インフルエンザは今やったので、私はアルツハイマー病と入れてみようというふうに思ったんですけれども、何でもいいです。ご自分が好きな単語を入れてみてください。それで、まあ、出てきたところからですね、これデータベースをそのまま検索していただければいいと思うんですけれども、先ほどご覧に入れた右側のツールボックスというところで、ちょっと外部サービスに飛んでみたいのが実習6になっていますので、まず何かを検索してみてください。いいでしょうか。まあこれもね、検索なので、キーワード検索なので、問題ないと思いますが、例えばアルツハイマー病で検索するとこんな感じでアルツハイマー病って入って、まあこんな感じに出てくるんですけれども、今ちょっと見ていただきたいのがです、この J グローバルっていうところのリンクです。こっちのちょっと右側のツールボックスの下の方の外部リンクっていうところの J グローバルっていうところをクリックしていただけますか。そうするとですね、アルツハイマー病の場合はこういった感じに画面が出てきます。でここでポイントなのが、まあこう J グローバルというのは実は GST がやってるもう一つ別のこういった検索サービスなんですけれども、ここはまあ生命科学に特化したものではなくて、まあ、科学技術全般なんで私たちのところとはちょっと違うんですけれども、そこに検索ボックスの中にはですね、アルツハイマー病とそれからアルツハイマーズっていうのが2つ入っています。でこれが実は、システムの中で翻訳をしているかけているその2つの言葉になってるんですね。でこの言葉でもって J グローバルの中ももうこの翻訳言葉がちゃんと入った状態で画面が出てきますんで、こういうことができるものについてはもうとにかく検索語を投げてしまうというようなリンクがそこのツールボックスの中には貼られているということをお示ししたかったので、これを例を出しております。もう大抵のものはこの J グローバルに入ってると思うんで、こちらも合わせてお使いいただければとは思いますが、であともう一つ私がこう実習例ということで出しているのが、まあちょっと、同じ脳に関係する病気ですけれども、クロイツフェルト・ヤコブ病 の原因でもあるプリオンですね。プリオンでちょっと検索をしてみたらこんな感じに、まあ、プリオンっていうとなんかこうプリプリってこう出てきますけれども、この中に関連遺伝子で検索っていうところがここにあります。関連遺伝子の検索がもし出てなかったらですね、このプラスマークをクリックすると、まあ、こうバーッと展開されると思うんですけれども、ここに今こうリンクが貼られているのが分かりますかね。3つのものとか4つのものとかありますけれども、これはですね、それぞれ例えば NCBI の G へ飛んでいったりとかですね、あとゲノムネットワークプラットフォームというところの情報に飛んでいったりとか、あとヒューゴジーンノーメンクレーチャーコミッティっていうのは
遺伝子の名前を決めるコミュニティですね。そこにその言葉の定義みたいなことが書いてある、こういったところへ飛んでいったり、あとはタンパク質としてちゃんと分かっているものであればユニプロットの情報、一応この4つの情報はなるべくつけようということで関連遺伝子のところには全部ついてますので、こちらもこう芋づる式に見ていくことができるというような、そういった検索システムになっています。はい、じゃあ横断検索で言ったあともう一つだけ、これモバイル版があります。なのでベンチトップで PC 持っていけないんだけどっていう時も iPhone で検索できますんで、これもご活用いただければとは思います。画面ちっちゃくてね、私なんかも字ちっちゃいのなかなか難しいんですけど、使える方にはぜひ活用していただきたいなと思います。さて、じゃあ今2つ目のサービスのご紹介終わりました。3つ目、このデータセットを取得できないかというところの一括ダウンロードのサービスについてご紹介したいと思います。生命科学データベースアーカイブといいまして、データの一括ダウンロードができるサービスですが、今のところ139件のデータベースが、ダウンロードできるようになっております。で、いろんな形式でダウンロードできるようになっているんですけれども、もちろんこのデータについてのメタデータですね、データについての説明がきっちりつけてあるというところを、データを預けていただくときにそれをお願いしてきっちりつけていただいているというのが特徴です。で、データは先ほどもご紹介した CC ライセンスで配布、基本は CC 表示継承ライセンスなので、このデータベースの中からデータダウンロードして使っていただいて、それを公開するときにはですね、ぜひCC 表示継承でまた出していただきたいと。そうすることで皆さん その共有していく循環が回るので、ぜひこういうことで利用していただきたいなというようなデータベースになっています。これちょっと数字が古いので数的には正しくないかもしれないんですけど、一応傾向としてこんな感じのものが入っていますよということが書いてあります。いろいろ画像とかもですね、中には入っております。配列のデータベースとかも中にはございます。で、場所はカタログ、横断検索、アーカイブと来るんですね。この3つ目のここが入り口になっております。で、生命科学のデータベースアーカイブのトップページは、こちらになっています。こちら下の方ずっとスクロールして今、139件のうちから5件表示ってなってますけれども、基本的にここの表に書いてある項目で検索ができるようになっていますので、ここで簡単に検索することができます。で、項目によってソートできるので、例えばいつ頃できたものとかですね、あとは生物種とかですね、そういったものでソートしたりすることもできます。で、こちらに詳細検索というのがあって、そのデータの、そのいろんなメタデータの項目によって一度指定を個別にできたりとか、そういったこともできます。こちらもちろんソートできるようになっていますが、こういった形で詳細に検索することもできます。あと、このページには別のまた検索ボックスがあって、これ一つ一つがデータベースになっているので、その中に検索機能があるものを一括検索したりですね、あとは先ほど配列があるって言ったんですけれども、ブラストっていう配列に対して検索する、相動性を検索するツールがあるんですけれども、それを使った配列の相動性の検索ができるとか、あとは画像を含むデータベースを検索、この画像を含むといっても、これは画像についてキャプションをこちらのデータベースを作るときに一生懸命つけてるんで、それに対してなんですけれども、そういったデータベースを検索するということができるようになっているというもので、それが一応詳しくはこちらでご覧いただけるようなものになっています。ブラストはやったことある人はご存知かもしれませんけど、似たような感じですね。クエリーシークエンス投げて似たような配列があれば取ってくるというものです。で、今からちょっとまたこのアーカイブというものを触っていただきたいんですけれども、それが実習90というものになっているんですが、これちょっと今は今日やるのは、オープン TJ ゲイツといって、170の化合物をラットの個体およびラット人幹細胞へ暴露した際の遺伝子発現と毒性のデータベースで、最終的にこの肝臓の病理画像を見つけると、病理画像がすごいいっぱい入っている、そういったデータベースなんですね。なんですけども、画像データというのはご存知のように非常にサイズが大きいです。大きいので、これをいきなりダウンロードをみんなでしちゃうと、多分NIMS さんのネットワークに非常に迷惑をかけてしまうことになるので、それはやらないでください。
ということを中にも書いてありますので、そこはやらないようにはなってますけれども、ぜひお願いします。ただそれじゃあそういうふうにどういうふうにデータをこう掘り進んで探していくのかというやり方を今ちょっと一緒に皆さんとやりたいと思いますので、ここは説明聞きながらどんどんやってみましょうということ で生命科学データベースアーカイブの先ほどの一番簡単な検索ボックスの中にですね、オープン TG ゲートを探すために OPE と入れていただくと、おそらくこういう画面になります。見ていただけますか。それでまあここでデータベースを使うにあたっては、じゃあそのデータベースの利用条件どうなのかなってことが結構ちょっと大事なので、ここで利用許諾をちょっと確認してみましょうということで、一番右側のカラムに行っていただいて、ここをペチッと押していただくとこんな画面が出てきます。はい、ここを見ていただくと、先ほどもちょっと見てきたような画面ですね。 CC の by からシェアライクで、表示、それから継承のもとに配布することということが書いてあります。でクレジット書いてくださいって言ったところでですね、じゃあどうやって書けばいいのっていうのが非常にやっぱ問題になるので、そこをちゃんと書いてあります。このデータベースのクレジットはうんたらかんたらって書いてありますので、まあ、利用にあたり必ず表示してくださいと書いてありますが、この文字を書けばいいわけですね。ということで分かりやすくこういうふうに各データベースごとにこういった利用許諾のページを整えてあります。じゃあ元のページに戻ってみましょう。じゃあ今度はデータベースの説明を確認します。そのサムネイルかこの名前をクリックしていただくと、データベースがどういったものかということをやっぱりこう名前を揃えたりとかですね、そういったことで、書いてあります。OpenTG Gates というデータベースは医薬基盤源さん、大阪の方にある医薬基盤源さんの方で作った、トキシコゲノミクスプロジェクトというプロジェクトの成果なんですね。で、まあ、データベースの分類としてはトキシコゲノミクスデータベース書いてますが、生物種の対象はラットと人ということになっています。でこの辺にやっぱり文章としてちゃんとどういったものかということを私たちの方でつけてあるので、そういったものを確認していただければと思います。はい、これでデータベースがどんなものか分かりましたということで、じゃあ次はじゃあデータのダウンロードのところに行ってみます。このダウンロードまでは大丈夫からですから、やってみてください。OpenTG Gates は中にいろいろなデータを持っているデータベースなので、実は次のページっていうのはこのデータベース、こんなデータの名前のデータベースがありますよということのまず一覧が出てきます。でこの辺を、まあ、ZIP 形式で丸ごとダウンロードすることももちろんできるんですけれども、今ちょっ とデータを眺めてからダウンロードできるというところ、一応ちょっと検索して絞り込んだ上でダウンロードするというような手順をお示ししたいので、今の病理情報のところの一番この下のところの検索&ダウンロードをクリックしてもらえますか。そうするとこんな感じで、今度は本当になんかその個別の一個一個のデータのページが出てくると思うんですけれども、この中で今肝肥大っていう言葉のハイパートロフィーっていう言葉を入れた、でファインディングタイプス、これは入れなくてもこう同じだと思うんですけど、多分でもこれ一応入れた形の、検索した状況を今ここにお示ししています。じゃあ肝肥大のという意味のハイパートロフィーという言葉を入れてみましょう。そうするとこういったページになっていて、絞り込んだ結果をダウンロードしたりとかですね、あるいはもともとのデータ全データをダウンロードしたりとか、いろんなことができるようになっていますし、ここにいろんな形式でダウンロードできるよということが一応ここにお示ししてあります。まあこの辺は実際にその病理画像とか毒性の検査とかそういったことを専門にやられている方は非常にもうパパッと分かる内容だとは思うんですけれども、なかなか今はちょっと一つの例としてお示ししているだけなので、あんまりこう馴染みのない方もいらっしゃるかもしれませんが、でじゃあ最後にその実習10へというところで、ここにちょっと行ってみましょう。ここで最後のその画像を見るっていうところになるんですけれども、ここまで大丈夫でしょうか。このダウンロードは後でお試しくださいということで、ここはやらないでください。ここに2つありますが、下のダウンロードはやらないでください。でもフルサイズビューっていうのは自由にその皆さんのお持ちのパソコンの中だけでパンと開くことができる
ものなので、これは見ても大丈夫だと思いますが、こういった形で、まあ、自分がこう見たいものをどんどんこう絞り込んでいって、最後は今このオープン TJ ゲイツについてはそのトキシコロジーの病理画像を見るというところまでたどり着くことができました。アーカイブの中に入っているデータベースはいろんなものがありますので、必ずしもこの方法がこの絞り込み方ではもちろんないです。いろいろそのデータベースによってデータの中に入っているデータの構造もいろいろ違いますけれども、まあ、なるべく説明書きをちゃんとつけたりとかですね、そういった形で分かりやすくなるように私たちも工夫をしているつもりですので、ぜひ興味のありそうなデータがあれば一回見に行っていただければなというふうに思います。でこのデータベースアーカイブなんですけれども、サービスを開始した当初からですね、他の人が何を使っているかみんなすごい気になるらしくって、利用状況を教えてほしいっていうリクエストがすごいあったんですよ。それで利用状況というタブを作りました。で今ご紹介したようなオープン TG ゲイツっていうのは実は、この5月のダウンロード数でも5番目に入る、5本の指に入るほど結構ずっとトップを走っていたようなデータベースで、非常に人気のあるデータベースなんですけれども、最近はですねメタゲノムのチップセックのデータを再解析して皆さんが使いやすくしたっていうことを公開しているデータベースがありまして、これも私どもの そのプロジェクトっていうかその中でやっていただいているものなんですけれども、そのデータベースが一番トップに来ています。他にはね、いろんなマス質量分析のデータとかですね、そういったものが出てきております。こういった形で、皆さんがどういったところに興味を持っているのかということが非常に分かりやすくなっています。あと最後にこのデータベースアーカイブ、皆さんのデータを受け入れてますということで、この宣伝なんですけれども、まあ、ちょっとご覧いただいたようにデータの共有を私たちのところでお預かりして、その利用許諾をこんなシンプルな形でつけたりとかですね、メタデータを一緒に考えてつけるとかですね、そういったことをやっていって公開していきますので、非常に再利用度が高くなるんじゃないかなというふうに思っています。で例えばプロジェクトが終わっちゃうってデータどうしようみたいな、そういった時にもご相談に乗ったりしてますので、ぜひもしそういう機会があればですね、こちらにご相談いただければというふうに思います。今までご紹介したその3つのサービス、カタログ作ったりオーダー検索したり、このアーカイブもそうなんですけれども、実は私たち そのところ JST も文科省です。これニムズさんも文科省ですけれども、文科省だけではなくて、日本で生命科学のようなプロジェクトやってるところって経産とか厚労とか農水とかありますので、こういったところの人たちが一緒になって作っているデータベースをこう寄せてみんなで利用できるようにしましょうというようなことをやっていて、それの成果なんですね。なのでそのインテグバイオのデータベースカタログとかですね、そういったところには、こういったいろんな各省から寄せていただいたデータも全部入っていて、で網羅性を高めているというようなことで、みんなで協力しているということをお伝えしたいと思います。はい、でじゃあ、あともう少しなんですけど、一つは人に関するデータのサービスということをご紹介したいと思います。人に関するデータ、人のゲノムなんかさっきも次世代シーケンスとかでもう割と簡単にね読めてしまうような時代になっていて、どんどんデータ溜まっちゃってるんですけれども、そういったものを私たちのところでどういうふうに公開したりすることをお手伝いできるかということで、人の NBDC 人データベースという名前のベタな名前のデータベースと、あと最近そのデータをと、他のデータベースなんかの情報を合わせて皆さんに見やすくゲノムのバリエーションのデータを見ていただこうというものが統合バーという2つのサービスがあります。でそれはこちらのところにあります。ちょっと下ですね。NBDC の人データベースっていうのは、人に関するあらゆるデータを対象として集めますってことなんですけど、人のゲノムのデータはですね、実は、昨今の個人情報保護法の改正でもって完全に個人情報だっていうことが定義されました。それまで非常にグレーで、個人情報なんだかなんだか匿名化されればいいとかなんとかですね、なんかいろんな条件があったりしたんですけど、もうゲノムはゲノムであるだけで個人情報ということに定義が明らかになっています。ということもあるので、データの公開にあたっては一応審査をして、その利用する
人のまあ条件といいますかね、そういったものを一応こちらで確認をさせていただくということをやっているというのが一つ大きなところです。まあ、そういう状況で公開しているのは制限公開みたいな感じで、コントロールドアクセスが必要なデータということなんですけれども、今公開データ数こんな感じで、制限が必要なものについては68件、それからもうオープンにしていいよというデータも中にはありますので、そういうのは24件ぐらいあります。でオープンにしていいデータっていうのはですね、基本的には、まあ、特定の個人由来ではなくて、例えば集団の統計値とか、集団の中でどのぐらいの頻度でこの変異がありますとか、そういった情報ですね、そういったものはまあ基本的にオープンにして大丈夫なんですけれども、やはり個人ごとの情報になりますと必ず制限公開にしていただいて、まあ、審査を受けていただく必要があるということです。で、まあ、一応こういったなんか複雑な、一見複雑な仕組みをこういうふうにやっておりますけれども、まあ、データベースに関しては先ほどもちょっと出てきた DDBJ ですね、遺伝系の DDBJ においてデータを格納して預かっていただいていて、 NBDC はまあこういった審査の周りをやると、この辺ですね、ということで一応一緒に協力して DDBJ さんとこれはデータベースは運用しています。でもし興味のある人がいらしたら、NBDC 人データベースって検索していただくと、これもまたトップに出てくる、さっきのリンクいただくと分かると思うんですけど、そこからデータの利用、データの提供からその全体のガイドラインみたいな感じで、この辺を見ていただまず見ていただいて、やり方が全部書いてありますので、ぜひこれをご覧いただければと思います。でここにまあデータがこうやって徐々に集まりつつあるんですけれど、でどういった研究から出てきたデータっていうことが一応分かるようになってるんですけど、それでもなかなか分かりにくいっていうのがありましたので、もう一つ別のサービスを立ち上げました。これは日本人ゲノム多様性統合データベースという統合バーっていうんですけれども、まあ、NBDC のこの人データベースに預けられたものをもう頻度情報、さっき言ったその集団の中でどのぐらいこのポジションに、バリエーションがあるよっていうような情報に計算してまとめたものとかですね、あとは日本とかまた海外でいろんなプロジェクトで公開されている頻度情報があるので、そういったものを合わせたワンストップで検索できるようにしたものなんです。で従来は例えばその NCBI のクリンバーとか、これはブロード研究所、これもアメリカの研究所ですけども、イグザックとかですね、あとは東北メディカルメガバンクや京都大学でも日本人のそれぞれの集団のこういった頻度情報を出してくれてるんですけど、そのサイト全部見に行かなきゃいけないっていう、そういったデメリットっていうか、まあちょっと大変さがあったんですけれども、それをこの統合バーでもっていっぺんに、あそこではこう、あそこではこうみたいなこととか、あとさらには関連論文とかですね、そういったものも全部まとめて見られるようにしようというのが、まあ、こういうふうに困っている人をこうワンストップでっていうことを目指してやったものです。でそこに大体対象としたものどのぐらいのものがあるかっていうのが書いてあるので、もし興味のある人はこれを見ていただければと思います。で検索例としては、例えば7番染色体のこのポジションが G から A に変わるバリアントっていう時に、まあ、この7番のなんたらかんたらっていうので検索すると、これだこういった感じで情報が出てきます。でそのポジションにあたるいろんな頻度情報ですね、この辺が日本のプロジェクトで計算されてきた情報、それからこれが、まあ、イグザックといってアメリカなので、基本的には後継者の、頻度情報が主に後継者の頻度情報になるんですけども、それとの差を見るとかですね、あとはクリンバーっていうのがその遺伝子と、疾患の関連を書いた記述したデータベースなんで、これは今2型糖尿病に関係するということが書かれているというようなことが一発で分かるというようなデータベースになっています。で、まあ、統合バーに関してはそれぞれの研究プロジェクトで、例えば論文化するときに何かその頻度を出し方っていうのがいろいろバラバラだったりするんですけど、それを全部まとめてやったっていうことですね。でそれの中で、まあ、概要をユーザーさんが把握できるんだけれども、もともとのこの、研究プロジェクトから出てきたようなデータも NBDC 人データベースの中にあるんで、もし必要だったらこう利用申請していただいて、そのデータそのもの、元データをそのものを入手して研究に役立てていただくこともできるというようなものになっています。最後のもう大体で終わりにだんだんなってきたんですけれども、最後に、まあ、NBDC とか DBC レスが提供する人気のサービスをちょっといくつか紹介したいと思います。入り口はここです。
先ほどずっとこの辺をうろうろしておりましたが、今この LEDC のここのところで、日本語でこう分かりやすくというふうに書いてあるんですけれども、統合データベースのそのいろんなプロジェクトを始めるときにですね、やはりあの皆さん英語のサイトをいろいろ見に行かなきゃいけないっていうのが、特に若い学生さんとかにはハードルを上げてんじゃないかというようなあの思いもありましたので、日本語でいろいろあの研究に関するいろんな情報が得られるといいよねっていうことがありまして、日本語でっていうのを一つキーワードでいくつかのサービスを立ち上げています。でこれはもしかしたら後であの次に話をするボーノさんがいろいろ話されるかもしれないんですけど、統合テレビっていうものがあります。統合テレビっていう聞いたことある人、あ、結構いますね。ありがとうございます。あのデータベースやツールの使い方講演を動画で配信しているものなので、今日のこの、 あの講習会の状況もその統合テレビで全部配信するんですけども、今動画数は1300本以上あります。でデータベースやツールの使い方なんかは、まあ、5分10分とか非常に短くて、で全部日本語で書いてあって、こうやり方がね、マウスが動いてる状況がとかいうのが分かるんで、非常に分かりやすいものなんじゃないかなというふうに思います。詳しくは後で多分ボーノさんがいろいろご紹介するのかなと思いますけれども、まあ、これは行ってみれば誰でも分かるみたいな感じのものなので、はい、ぜひ見に行ってください。トップページはこんな感じで、講習会の動画もこういうふうにカテゴリーになってますし、あとキーワード検索とかもできますし、まあ、こういったタグでね選んでいくっていうこともできます。でもう一つご紹介したいのがライフサイエンス新着論文レビュー、ファーストオーサーズって私たち呼んでるんですけど、これ聞いたことある人あまりいない。でももしかしたら見てるかもしれないですよね。これはですね、日本語による英語論文の解説記事なんです。で誰が書いてるのかって言いますと、ネイチャーとかサイエンスなどに日本人が第一著者で書いた論文とかを見つけたら、すかさずその人にこの周りのことについて解説記事書いてくださいっていうふうにこちらからリクエストを出します。で結構な割合で書いて皆さん書いてくださるんですけれども、日本人がこの著者本人があの自分がそう出した最先端の論文について、まあ、その周りの状況もちゃんと含めて本当の専門家じゃない人にも分かるように書くっていうことが主眼なので、その文章についても非常にあの長けた編集者の人がですね一生懸命見てこう分かりにくいとかですね、いろんなことを言って分かりやすいものにするということをやっています。で一ついいのがですね、そこに書いてある文章とか図を再利用が可能です。それは CC 表示ですね。 CC 表示っていうのはクレジットだけ書けばいいよっていう、先ほども出てきましたけれども、それなんです。なので、例えばなんかこう自分の研究と関連したことを何かこうネイチャーサイエンスに出たっていうふうの時に、そのたまたまそれがちゃんとこのライセンス新着論文レビューに書かれているものがあればですね、例えば学会でそれをイントロのなんかこうバックグラウンドの情報として引用するとかですね、そういったことも可能になります。なかなかあの普通に論文であのジャーナルに出してしまうと、例えばネイチャーなんかもですね、非常にネイチャーの版権が強くって、あの著者ですらうまく使えないということがあるんですけれども、そういったことなくてちゃんとこういうことで使っていいよってことを謳われているので使っていただければと思います。こんな感じのトップページで、あのどん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 新しいものが出てきますけれども、あのこれもちろん検索とかできますし、それから図なんかもこういう感じで、あのこちらでもう一回書き直したり、まあ、著者の人からちゃんとあの新しい図をもらってそれをさらに書き直すみたいなことをやってるんで、こういった図も引用にしていただければというふうに思います。基本的にクレジットは著者の先生になっています。でさてもうこれで本当に最後のところになりますけれども、実は私たちのところはですね、あのこうやって集めてきたデータをどうやってまとめていくか、まとめてそのあたかも一つのデータベースのように使いこなすようなそういう土台基盤を作るかということにもあの一応あの腐心をしておりまして、それのご紹介をちょっとだけしたいと思います。あのデータを公開するときにですね、いろんな段階があるんですけれども、これちょっと見ていただくと PDF 書いてありますね。で PDF でまあ
全然公開しないよりも PDF で公開してもらったのはもちろんいいんですけれども、これは計算機では参照可能かも、一応読めるかもしれない。でなんですけれども、これだと見るだけですよね。なんですが、次の段階で今度これは Excel ですよね。 Excel で公開するとなると、計算機が読めて中で編集できるかもしれないけれども、非常にこの Excel というアプリケーションに依存した状態なので、この世界から抜け出せないです。それを、間まで区切ったデータっていうふうにすると、もうちょっと汎用性が広がります。アプリケーションに依存しなくなります。なんですが、今私たちのところで取り組んでいるのがですね、このリソースディスクリプションフレームワークという RDF という形式でデータを全部記述して整えていきましょうということをしています。でこれの特徴がですね、ちょっとスライドが前後して申し訳ないんですけれども、RDF のデータ構造っていうのは非常にシンプルなもので、英文法で出てきた感じで主語、述語、目的語っていう形のこのトリプルって呼んでるんですけれども、これでもって全部どんなデータも記述してしまおうと、どんな情報も記述してしまおうというものです。で、ウィキペディアとかに出てくる情報だと、例えばなんとかのステートのニューヨークっていうのは、違う名前ではこうニューヨークって書きますよと、これが三つ組の関係なんですけど、ちょっと陳腐な例なんですけれども、例えば NCBI のレファレンスシークエンスの中で NM うんちゃらかんちゃらっていうこういう番号で指定されたものがエンコードするタンパク質は TP53 ですよっていうこういう書きぶりに、データベースの中に入っている一つの情報ですけれども、こういう書き方ができるということですね。でなおかつここで示すもの、それからここの動詞にあたるもの、それからここに示したそのタンパク質の名称、これらについても要素、記述の仕方を全部揃えていくっていうようなことを一緒にやってやることで、TP53 というところが他の要素があれば、そこがネットワーク的にどんどんつながっていくので、最終的にはこういった形で大きなネットワークに全ての情報を寄せ集めていくとなるでしょうと。でそしたらばですね、例えば今ここに出てるのは、ある遺伝子の名前と、それからその遺伝子に関係したドラッグのエフェクト効果ですね、それについての関係性を見るっていうのを検索するやり方は、この大きなグラフの中だと、この部分を抜き出すっていうことに該当するなと。これちょっと非常に簡単な例なんですけれども、例えばこういった形でいろんな異なる情報も言葉を揃えながら、大きなネットワークを作ることを目標に言葉を揃えながら整えていくと、最終的にはこういったネットワークから自分の欲しい情報を抜き出すということができるんじゃないかというようなことを目指して、今その RDF という形にデータを整える、そうすることでいろんな異なる種類のデータもなるべく同じネットワークの上に乗っけていこうということをやっています。で実はこの RDF っていうやり方は別に生命科学に限ったことではないので、ごめんなさい、こういった言葉の、種類とかをですね、分野分野で揃えていけば、実は RDF っていうのはいろんな分野に使えるものなんじゃないかなと思っています。この RDF というのは W3C というのはワールドワイドウェブのコンソーシアムの中でも一応推奨されている形なので、この形でやっていけばいろんな多分野のデータともつなぐようなことが可能なんじゃないかなという、ちょっと目論んで今私たちはデータベースをまとめるという形ではこのやり方を目指そうということをやっているということを一つお伝えしておきたいと思います。でそのためにその RDF の形にしたデータを貯める場所も作っています。これ NBDC の方で用意していますけれども、この中でもってさっきのこうデータベースをまたぐようないろんな検索とかですね、そういったものがちょっとお試しでもできるようにはなっていますので、生命科学系のデータベースが基本的に集めているもの対象ですけれども、もしかしたらこの中で何か自分が欲しい情報が見出せる可能性もあるんじゃないかなというふうに思っています。もちろんこれ
ここからダウンロードしてご自分でそのいろんな組み合わせを検索をするとかそういったこともできるようなサイトではあるんですけど、まだ始めて3年目ぐらいなので、なかなかデータの集まりもそんなに爆発的に増えているわけではありませんが、徐々にこういう形で整えていこうというふうにしています。はい、でこれがじゃあ本当の最後の最後の数枚ですね。データ共有についていろいろ状況とかお知らせをして、どんなことを私たちがやってるかっていうこととかもお伝えしてきたわけなんですけれども、まあ、データ共有に関してはいろんな問題がまだまだあります。でここにつらつらとちょっと愚痴っぽく書いてますけれども、こういうことも私たちもできるところを少しずつ私たちのところからの働きかけでできるところは進めていきながらということで努力はしているんですけれども、その時にですね皆さんがもし NBDC、まあ、DBCLS でもいいんですけど、データベースとかそのツールとか使っていただいたらですね、こんな風に使いましたとかいうことをぜひぜひ教えていただきたいんです。というのは公的なこういう研究機関とかどこでもそうだとは思うんですが、私たちのところもデータベース使われてなんぼという状況で、上の省庁からはいろいろ言われるわけですね。なのでぜひぜひアクセス数だけではなくて実際にどうやって具体的に使われているのかということも私たちも知りたいと思っているので、もしよろしければこういったところでこんなふうに使いましたとか論文にこう書きましたとかなんかそんなことがあればぜひぜひ教えていただきたいなというふうに思っているところです。すいません、最後はちょっとお願いベースになりましたけれども、これで私の講習を終わりにしたいと思います。